はい、皆さんこんにちは。バイクインプレッションコーナー始まりました、サイクリスト TV の松尾修作と森ひかるです。はい、この2人でお届けしてまいります。本日ですね、ご紹介していくのは、こちらです。ボーマのバイルディスク、こちらの実装インプレッションを、お伝えしていきたいと思います。まずね、このバイルディスクのおさらいをねしてみたいと思うんですけども、こちら JCL の、チームリフトアール広島が使うモデルと全く同じ、フレームとなってます。色も一緒です。はい、色も一緒ですね。はい、でプロがね、開発にこう意見というかコメントをしてね、こういう風にもっとしてほしいっていうところを具現化したモデルということで、非常にレーシーなね作りになっているそうです。はい、はい、プロが要求したものがそのまま私たちの手に届けられるということで、うん、走りに関しては非常に楽しみです。楽しみですね。はい、でね、素材なんですけども三菱の、ね、カーボンを使っているということで、素材が変更されてよりねこう剛性がアップしたというところなんで、そのあたりね中心にしっかり踏んでインプレッションをお届けしたいと思います。はい、ボーマのラインナップをこれまでに何台かインプレしてきましたが、しなやかで乗りやすいバイクが多かったことを記憶しています。乗り心地も良くてとても優秀なのですが、レースでの競争力を考えると物足りないと感じる人もいたかもしれません。特に剛性の面ですね。細身で軽量な選手ならいいんですけども、パワフルなライダーにとってはロスにつながります。今回のバイルディスクはその点が強化されていました。まず感じたのはフロントフォークからヘッドまでの硬さです。思いっきり車体を振っても柔らかさは感じず、ビシッと安定したラインをなぞって前進していきました。パワーを受け止める BB 周りは全世代のものよりも剛性が上がっていました。一方で BB からチェーンステーにかけて若干のイップ感が残っており、リズミカルかつパワフルな走りが可能となっていました。フロント周りの硬さの周波に合わせて走り方を調整する必要もあるんですけども、まあ、これは慣れの範囲かなと思います。速度域の高いスプリントでも勝ちを狙える走りができると思います。スペック的な話で言うと、ワイヤーが外に出ているタイプなので整備性が高いのがいいかなと思いました。ディスクブレーキなのでオイルの交換などその頻度はワイヤーほど高くないと思うんですけども、例えばポジションを変えるのにステムやハンドルを変えたいといった競技者ならではの要望もあると思います。そうしたレーサー目線での便利さなのかなとも思いました。ガンガン走って結果を出していきたい、そんな競技志向のサイクリストに試してほしい時代です。もうリア三角の剛性感がもう非常に素晴らしかったです。踏み込んだらもうその力を倍にして返してくれるように、推進力に全て変えてくれるんですよ。要はバネのように後ろから反発が来て、推進力をダイレクトに、地面へ伝えてくれるので早く進みやすかったです。はい、ただフレーム形状がエアロ化してるから、まあ、ダウンヒルや、平坦なのがちょっと楽になるのかなと思ったんですけど、ごめんなさい、そこはちょっと僕の技量の問題になるかもしれないですけど、そんなにいいとは感じなかったです。なのでこれは本当にオールラウンド向けかなって思いました。僕がこれじゃあ誰に乗ってほしいかなって思ったら2通りあります。まあ、1人は、高校生や大学生が一番いいかなって思いました。では低価格帯で他社ハイエンドと同レベルの剛性感があるので、力強く走る大学生高校生などには非常に満足するんじゃないのかなって思います。もう一つ、ディスクフレーム入門用として購入してもいいかなって思います。要はバイドディスクを買って、最初は機械式変速の、油圧コンポで組んで、でその後に DI2 のパーツをこう少しずつ集めていって、DI2 に変更して、でその後バラカンですね、フレームセットで他のフレーム買って、このバイドディスクから乗せ替えをするっていう、要はそれまでの経緯のファーストバイクとして使っていいのかなって思います。はい、ということでボーマのですねバイドディスク乗ってきました。まあ進化してましたね。うん、ボーマっていうと少しねやっぱしなやかなねバイク作りが得意なのかなって今まで勝手に思ってたことがあったんですけども、今回ねかなりカチッとし、特にねフロント周りが剛性感高まっていて、ダンシングでもスプリントでも自分のここ走りたいですっていうラインをビシッとトレースできるのが気持ちいいなって思いましたね。そうです。でもリア三角すごい良かった。そう、僕はリア三角の感覚が非常に良くて、うん、これはびっくりだっつってボーマ初めて乗ったけど、うんうん、こんなにいいんだって思ったんです。うん、いや本当にね、なんでしょうね、ガンガン走る人にぜひお勧めしたいなと思いました。うん、高校生、大学生、
とかね、あとクリテリウム得意な方とかね、非常に相性いいのかなと思いました。自分のね力を存分に発揮できるような、コスパの良いバイクかなと、はい、思いました。まあ、色もね前に紹介したように11色もあるので、自分好みのバイクにね、仕上げられるのかなというふうに思ったので、走りだけじゃないこう楽しみ方っていうのも、例えば JCL 応援、JCL の、あ、そう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 、広島の、うん、同じカラーリングですからね、応援したいなっていう方なんかはね、このまま買えるわけですから、選手と同じものが売れるので、はい、うん、いや、そういうね楽しみ方もありますね。はい、ということでね、今回はコスパ抜群でガンガン走ってみたいと思わせる、ボーマーバイドゥディスク、こちらのインプレッションをお届けしてまいりました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。